私はですね、無事にライブツアーが全公演、7公演ね、終了いたしました。なので、皆さんね、もん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 してたと思うんですよ。もんもんうずうずしてたと思うんですよ。言いたい。あ、言いたいわ。いろんなこと言いたい。けど言えない。がね、すべてね、今日解禁されるので、ラジオの中でもですね、皆さんの感想メールをたくさん読んでいきたいなぁなんて思うんですけども、まあまあまあ、ライブ終わってからもう皆さんにね、皆さん同士できっともう語り合っていることと思いますので、この番組でもそんな声を届けたいなと思います。で、まずですね、オープニングで読みたいね、お手紙がまたありまして、これから行こうかな、ライブ関連でね、はい、朝日と母さんからいただきましてですね、朝日くんからね、お手紙が届いたんですよ。すごいよ、これ。これね、6歳、朝日くん6歳から。上手にね、ちゃんとね、字を書いてね、送ってきてくれたので、読みたいと思います。マモ、こんにちは。横浜のライブに行ったよ。すごく楽しかったです。いつもコントが楽しすぎます。今度のもすごかったよ。これね、まだ横浜だったからね。秘密なので、ひなにも教えてないよ。弟かな？妹かな？ひなにもね、教えてないんだって。偉いね、朝日くん。DVD 買ったら一緒に見るね。超かわいい。今、水暴走でつまんないけど、頑張ります。大変なんだよ、今。朝日くん、水暴走でね、ね、お家でね、寝てなきゃいけないからね。多分ね。はい。朝日、6歳。ウーサーの歌、いい歌。って書いてある。最後に書いてある。で、ウーサーの絵が書いてある。はい。かわいい、上手、ウーサーの絵。さあ、補足です。お母さんからの補足。皆さん、こんばんは。朝日の母です。こんばんは。先日の横浜アリーナライブに息子と参加しました。彼は今、水暴走で学校を休んでおり、平日私が録音したラジオを聞いている事実を知ってしまい、僕も手紙書くと言い出した次第です。ちなみにひなというのは3歳の弟で、兄弟揃ってコントが大好きで、毎日のように DVD を見ては、マモー&母ちゃん遊びをしております。外でやられると、母は少し困ります。DVD 発売今からすごく楽しみにしています。親子ともどもよろしくお願いします。ありがとう、朝日くん。超嬉しい。ね、またライブ来てね。そしてね、こんな手紙も来たの。みーちゃん8歳。マモちゃんへ、マモちゃんお誕生日おめでとう。ありがとう。この前マモちゃんとダンサーさんの夢を見ました。かわいすぎる。はじめにリレーをやりました。自分は遅いのに1位になりました。次にサッカーをやりました。2対5でした。マモちゃんが2点で私が5点だって。最後にバーベキューを楽しみました。マモちゃんも私もいっぱい食べていました。私の好きなマモちゃん曲はスーパーノヴァです。特に振り付けが面白いです。覚えちゃいました。いつかマモとライブに参加したいですと。うわ、上手に書くね、8歳。ぜひね、みーちゃん来てね、お母さんとライブにね、またライブやるから。